どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。で、今回なんですけども、公式発表をまとめ、そしてインディペンデンスアップデート限定アイテム解除、また新しいイベントについて、ニュースワイヤーが6月の29日から30日にかけて、更新されました。なかなかおしゃれなこの、映像、プラスいろいろな内容が、まとまってますので、一つ一つ確認をしていきたいと思います。初めてこのインディペンデンスアップデートを体験される方は限定アイテムなどを逃さないようにしてください。では今回ね、報酬2倍や3倍があるんですけれども、そもそもインディペンデンスアップデートというものはアメリカの独立記念日を祝ってのイベントとなっています。なので基本的にはアメリカの国旗、またこういったボディペイントとか、また花火、銃のペイントとか、またはタイヤのスモーク、そしてクラクション、いろいろね、解除もの、限定解除っていうのは、今の期間購入とか装着をすれば残るよというものですね。サブリンっていう車両と、またはリベレーターという大きなね、このモンスタートラックなんですけど、これらは今は購入できるけど、販売ページから現在は190台ぐらい消されてますので、そのうちね、含まれてますので、この期間を逃したら残らなくなる可能性は高いです。で、いろいろ限定アイテムありますよということで、まあサブリン、これね、ちょっと翻訳間違ってますけど、サブリンですね。あと、クラクションが4種類ぐらい。マスケット銃、花火ランチャー。そして花火の弾薬に関しては、これすべて、弾薬はすべて購入するってやると変えたりもします。そして、タイヤのスモークと、パラシュートの煙。そして、これはね、フェイスペイントの服装。要するに、フェイスペイントのことですね。で、MK2 武器のペイント。そして、ヘアスタイル、マレットってやつがありますね。また、マスク。そして、パトリオット、パラシュートの、パラシュートですね。それから、USA のパラシュートバッグ割引、なんていうのがあります。まあ、それ以外にも、機動作戦センターの、後ろのね、トレーラーのボディペイントが無料になってるとか、まあ、いろいろあるんですけども、詳しくはね、クイックアップデートまとめの方をね、リンク、概要欄貼っておきますので、参考にしてください。そして、ファインダーズキーパーという新しいね、まあ、ギャングのイベントが発生します。これ、セッションに16分以上いると発生すると呼ばれていて、全部で7箇所。その場所に行くと、青い点滅がした時に、ギャングの車両がいるので、爆破しないようにして、このギャングの車両を解消する。回収して目的地に届けると、なんとそのビジネスの在庫が満タンになるとも言われています。まあ、たまたま MC のビジネスで、売却が簡単なパターンの時は簡単に36万ぐらいね、稼げたりもします。まあ、これ自体を届けると5万の報酬でした。それ以外にも極秘空輸と呼ばれる、まあ、格納庫のビジネスですね。現在は空輸、空で調達して配達する以外にも陸路と呼ばれる、まあ陸地でね、車とかで移動するっていうね、調達や、売却のパターンも増えているということで、ちょっとやりやすくなってるかなと思います。で、報酬2倍になってると。また、基礎報酬も、昔に比べて3倍ぐらい上がってますので、まあ普通のビジネスと同じくらいにはやっとなってきたかなっていう感じですね。また、限定アイテム LS パウンダーズキャップなんてのもあったりとか、ブルーとグリーンの、迷彩のアベンジャーのボディーペイント、ヒンターランドボンバージャケット、モロトクのカラーリング、おもちゃ柄とかですね。まあ、これらも条件によっては解除できますよっていうのが、これはもう先週から引き続きで7月12日までの、イベントとなっていて、まあ、全て完了してからで、ね、10日以内に、もらえるよっていうふうになってます。まずアベンジャーを購入するとヒンターランドのボンバージャケットを受け取ることができますよ。そして、7月12日までに50万ドル相当の、ビジネスの売却をすると、格納庫のビジネスの売却をすると、ファウンダーズキャップというのを解除される。そして、6つのプロジェクトミッションを完了すると、アベンジャーの青と緑の迷彩のボディペイントがもらえるよ。これはアベンジャーのミッションのことですね。左側のやつですね。で、最後に、右側のミッションですね。アベンジャーの右側のミッション3つをクリアすると、モノトクのおもちゃ柄のボディペイントがもらえますよっていう風になってます。そしてビジネスバトルが今週は3倍となっていて、珍しいビールハット。まあ、帽子にビールがくっついてるやつなんですけど、この4種類がなんと解除できるということで、まあそもそもビジネスバトルっていうのは、今まで3人とも言われてたんですけど、一応4人からになってるらしく、4人で
セッションにいて、無操作体質にならないようにして、さらに武器が使える状態、パッシブオフで家の外にいる、また CO のジョブとかをやっていない状態で15分に1回イベントが発生します。その中のビジネスバトルとチャレンジが15分ごとに交互に来るんですけれども、その時のビジネスバトルの時のイベント貨物っていうのが出た時に、こういったアイテムが解除できる可能性ありますので、まあ、例えば4人1組とかで動けるよとか5人とかで動けるよっていうね、まあ仲間がいるんであれば、セッション内で放置しながら待つでもいいし、たまたま公開セッションに行った時にゲットできそうだったらチャレンジしてみるのもありです。またエアフォースゼロというのは、対戦ですね。これが報酬2倍となっています。まあ、それ以外にはタイムトライアルなどもあって、またシミオのプレミアムデラックスモータースポーツは、まずね、このボーアっていうね車両、右下のやつ以外は全部非売品で珍しいよとも言われています。そしてラグジュアリーオートは両方ともフィアブラックと呼ばれる黒い純正のホイールということで珍しいということになってます。また景品の車両、カジノのやつも、ドミネーター GTX もおそらく、ホイールがフィアブラックなんじゃないかなっていうところですね。なので、初めてね体験される方、インディペンデンスアップデート体験される方は、まず限定アイテム、欲しいものは解除しておくと。で、お金稼ぎ的なものは、今回初心者さん向けにいいものっていうのは、まあ、コミュニティジョブをやるだとか、まあ、そういったところかなと。なかなか格納庫をいきなり買ってビジネスやるっていうのはちょっと難易度高くなっちゃいますので、基本的には今できるお金稼ぎ、例えば600万稼ぐためにはこんなんですよっていう動画がまとまってますので、概要欄リンク貼っておきます。そちらから自分ができるものをコツコツやってください。本当にお金ない人はね、 CEO のジョブをやったりとか、もしくは報酬2倍3倍のジョブを繰り返すとかで、目標はカヨピリ5号とができるようになるっていうのがおすすめです。ではこの後は、タイムトライアルの攻略などを案内していきます。まず新しいイベント、ギャングの車両の出現ということで、これからマップに7箇所、マーカーをつけていきます。まず1箇所目、そして2箇所目は空港のところで、さらに街の真ん中あたり、西海岸のこのあたりで、海沿い、さらにパレットベイという一番北の方、そしてマドラッドの、M というマークがついているところですね、農場ですね。この7箇所、セッションに到着後16分以降、7箇所のどこかにランダムに出現すると言われていて、オプレッサーマーク2などで探した場合はなかなか見つかりませんでした。なので地上を走る乗り物で探した方がいいかもしれません。まあ探すというよりも、見かけたらやってみるという感じで、水色のね点がね発生した場合、ミニマップのところに発生した場合、ギャングの車両を破壊しないようにして手に入れる。そしてレスターとか CO の組織のね、マスキルで手配度を消すことはできませんでしたので、警察の手配を振り切って、でギャングとかの追っ手を追ってから逃げる。そしてそのまま案内通り受け渡し地点にこれを運ぶ。そうすると届けた拠点の在庫がマックスになるとも言われていて、このね在庫、まあ MC のビジネスが主にねそうだと思うんですけれども、これ在庫が溜まります。で報酬も5万と RP も結構入ります。でそのね在庫見てみてください。まあマックスになってた場合ですね、売却試しにやってみます。 MC のビジネスっていうのは売却が困難になるもの結構多くて、在庫が溜まれば溜まるほど、多くなればなるほど売却が困難になるものがあるんですが、まあパターンによってはめちゃくちゃ簡単な時もあります。まあ1台の車を届けるだけっていうのはめちゃくちゃ簡単なパターンなので、そういった時はね稼ぎやすいかなということで、まあこれを届けると大体36万ということで、今のねイベントを1個クリアしただけで、まあ40万ぐらい稼ぐこともできましたよっていう感じなので、見かけたらチャレンジしてみるっていうぐらいに思ってやってみてください。今週のタイムトライアルはサイプレスフラットということで、ここ、紫のマーカーをつけてルートを行くとちょっと遠回りになるので、いきなりねショートカットします。この途端のところに、まあ、手榴弾とか粘着爆弾1個投げて、まあ、破壊します。そうするとショートカットできるコースが生まれます。じゃあどんな風に行くのか、そしてどうやって高速道路に合流するのかということなんですけども、まずゴール地点をマーカーつけます。でこれ風車のところね、普通にルート通り行ったらめちゃくちゃ遠回りになるので、まあ、ショートカット思いっきりやります。まず最初にショートカットして、あとルート通り行って、でここまっすぐずっと突っ切って、途中で右に曲がるよっていう感じに思ってください。この時ね
崖を登るんですが、引っかかっちゃうとね、危ないんで注意してください。白鳥ドラッグでチャレンジするのがおすすめ。 PS5 の場合はハオスペシャルワークスアップグレードされた白鳥ドラッグを使うとさらに攻略しやすいです。ではまずスタートしたらいきなり左に行くんじゃなくて、ちゃんとこうやってね、右側から障害物がないような感じでまず高速道路のとこに合流してください。合流したら紫のルート通り思いっきり北上していきます。ずっと北上するんですけども、途中からルート、紫のルートとは違うところへ行きます。その時に、右に曲がってしまってルート通り行っちゃうとだいぶ遠回りになって多分時間間に合わないんじゃないかなっていう感じなので、まあ、これから見せる映像通り、紫のルートは無視してずっとこのまま北に向かっていきます。 PS4 や PC 版 Xbox One の場合は、このタイムトライアルチャレンジする車、乗り物は、まあ、基本的にバイクの方がおすすめで、白鳥ドラッグもしくはバッティ RR でもずっとウィリーで走行できる人はギリギリいけるかもしれません。または翔太郎という感じですね。翔太郎も早いんですけれども、ちょっとね失敗すると間に合わなくなる可能性あるので注意。 PS5 や次世代機の場合はアップグレードされたハウスペシャルワークスの車両であれば、まあ、結構余裕でいけるかなと思います。まあ、白鳥ドラッグはおすすめで、これ紫のルート通り行かずにまっすぐずっと行っちゃいます。でポイントなんですけれども、この後ゴール地点がミニマップを見ていて右側に見えるなっていうところで、ちょっと看板が手前にあるんですけど、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、この映像と同じような感じでちょうどこの木の手前のところ、ここを曲がります。で崖をゆったり登ってください。思いっきり突っ込むとね、引っかかったりする可能性あります。であとは冷静にゴールに突っ込む。1回限りの10万2000ドルの報酬となっています。最後はハオスペシャルワークスタイムトライアルです。これは PS5、Xbox シリーズ限定、次世代機限定のハオスペシャルワークスの車両でチャレンジできるもので、まあ、1回の報酬が25万以上もらえるということで、これ毎週やっておくと結構お金貯まります。まずコースなんですけども、一度レースを開始してゴール地点を確認。で、マーカーをつけます。で、ショートカットするところは正直あんまなくてもいけます。これ紫のルート通り、しっかりとアップグレードされた白鳥ドラッグで行けば全然どこもショートカットしなくていいんですけれども、まあ、あまりにも変な遠回りするなっていうところだけ自分でショートカットしてもいいかなっていうぐらいで、本当紫のルート通りただねまっすぐ行きます。まあ、ポイントとしては白鳥ドラッグっていうのは左のスティックを上にすると前かがみになりスピードがアップします。で曲がる前に必ずブレーキをかけるとか、曲がりそうな前っていうのはアクセルをパッと離して、でちょっとね減速しながら曲がると安定します。曲がる時もアウトインアウトといって、外から内側に進入して外に抜けるっていうことをすると、できる限り減速しなくても曲がれるような曲がり方をできると。また野良車両を追い抜く時に右から左からどちらから抜いてもいいんですが、その道路が右に曲がる車線とかが出てくるか左に曲がる車線が出てくるかによって野良車両って動き変わります。例えばこの高速道路は右に曲がる車線が途中でいくつも出てきますので、安全なのは一番左側を走ってる方が安全。慣れちゃうと真ん中とかねスイスイね抜けるんですが、パパテラの場合はだいたいこの辺りの橋とかカジノ前になってきたらもう左側を走ります。じゃないと急に右に曲がるやつが結構出てきます。次にこの辺りの交差点になってくると、これはもう左にも右にも曲がるやついるので、まあ、視点を高くするとか遠くして高い位置から見下ろすような感じで見ると周りが把握しやすいかなと思います。このままアリーナの方に行きますが、アリーナの手前で紫のルート通り行ってもいいんですが、ちょっと無駄な感じになるのでちょっとショートカット挟みますが、もし段差とか引っかかるようであれば無理にやる必要はありません。ちょっとだけですね。で時間はたっぷり20秒以上余ってゴールということで、まあ2回ぐらいこけてもクリアできる可能性あります。というわけで今回は公式発表まとめとソロのお金稼ぎでした。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。